旦那、今日の具合は？戦場は俺に合わねえけど、治療は楽しいからな。俺の処方は軽くないぜ。ドクター、今日は護衛はいる？チームプレーはあまり得意じゃないかも。とりあえずぐるっと見てみよう。私の寝るとこはどこでもいいけど、飼育室は？飼育室はどこ？準備万端だよ。ん？どうしたの？もしかしてピーちゃんに触りたい？今度はどんな収穫があるかな。頭使うのめんどくさいな。やっぱりドクターの指示に従うよ。確か了解。後で購買部に新しい服見に行こうかな。どうしようかな。お、やっと俺の番だね。よっ、ドクター、今日の仕事は終わった？今日も仕事なの？座りっぱなしじゃダメだよ、ドクター。この血湧き肉躍る感覚、本当に久々だよ。安心して、全員ちゃんと連れて帰るから。まだやらないといけないことが山積みだ。しばらくここにいさせてくれ。悪に染まった罪深い魂に許しを請う資格なんてない。触んな。あなたが寝ている間、見張らなくていいんですか？え？一緒に寝る？そうしてみます。この敵たちはどれも波の危険さには及びません。よかった、風も波もない夜を過ごせますね。もう休憩してるし、私もちょっとサボっちゃお。いや、本物のカンフーの腕があってこそのムービースターさ。ほほう、ロドスはまことに良いところだ。見どころが多すぎてめまいがしそうだよ。これはこれはとんでもないおっかない人たちだね。極地に至れば身体異のごとくならん。今日はなんだか気分がいいわ。戦場白骨の図でも書いてあげましょうか。
びたもののはずなのに。息が至れば戦争も芸術になりうるのね。言葉では伝わりにくいのよ。書いてあげる。